ショーンチュー、こんにちは、ドクターレーションです。今日はですね、私が最近購入した海外スキンケアのアイテムをご紹介していこうと思います。それではスタート。今回もですね、頼んだのはこちらになります。おなじみのカルトビューティーですね。だいたい今回も1週間ぐらいで到着したと思います。まず最初こちらです。見た目がめちゃめちゃ海外っぽいよね、マジで。サンディーライリーというところのチャコールスムージージェリーボディースクラブということで、ボディースクラブなんですけども、結構こうデコルテとかにニキビができやすいので、結構ねスクラブよく使うんですけど、今までセフォラのコーヒースクラブっていうですね、コーヒーのスクラブを使ってて、別にそれも悪くなかったんですけど、それが少しなくなってきたので今回はこれを購入しました。あとね、新発売でインスタで見て気になってたんで購入しました。活性炭、サリチル酸、亜鉛、ココナッツウォーター、ホホバ種子、マヌカ枝が入っているということで、活性炭が皮膚の表面から汚れや不純物を引き取って、サリチル酸が余分な油や角質を分解して毛穴を取り除き肌を整えてくれるということですね。あまり今までサリチル酸が入ってるボディのものって買ったことなかったんですけど、今回買ってみました。匂いがどうなんだろうね、活性炭だから。うわー、正直いい香りではない。もう、あ、なんかミントみたいな香りなのかな。これもね、よかったらまたお気に入りとかでご紹介しようと思います。はい、そして次がイルジインキーリストの、これ何て読むんだろうね。これはですね、サリチル酸と琥珀酸とヒアルロン酸が入っているもので、ピンポイントでつけるようなものだそうです。本当に最近ね、また顎にめっちゃニキビできるんですよ。今もねここにできてるんですけど、そのね顎に使えたらいいなと思って買ったんですけど、これインキーリストはね、これ真ん中、なんか箱の中を開けると詳細な説明が書いてあります。早く、まあ、ニキビを直したい時に使うようだと思います。そしてこちら初めて頼んだブランドです。これバーストって読むんですかね。乳酸とですね、グリコール酸が入ったピーリング剤、ピーリング剤っていうか塗って寝るピーリング剤っていう感じですね。ビタミン A の若返り、肌を落ち着かせるためのスキンコンディショニングのアラントイン、ローズヒップ、ビタミン E とかを配合していて、乾燥もせず刺激もありません。塗ってる間に肌のトーンとテクスチャーを改善しますと書いてありますね。週に 2,3 回で首と顔に使っていいみたいですね。こんな感じのおしゃれなパッケージです。こんな感じの肌に伸ばしやすいジェルですね。香りもすごく、なんだろう、無香料なのかな、これ。何にも香りもついてなくて使いやすい。さっきのこれもちょっと手に乗せてみるか。スポット使いする。こんな色です。やっぱこっちはね、やっぱね、ジーンキーリストって匂いが結構すごいんですよね。はい、そして次がね、これね、めちゃめちゃ楽しみにしてました。こちら、ブルーレシピのフルーツベイビーベストセラーズキット。来ました。こんなに可愛い見た目をしてるのに結構実力派で、肌を整えるのにすごく良いものなんですよ。ブルーベリーバウンスジェントルクレンザーという洗顔料ですね。これを初めて使うかな。面白いのがアボガドメルトレチノールアイスリーピングマスクも結構良かったです。刺激はないけど、なんか張りは出るような感じがしました。まあ寝る前にこのやつを使ってくださいというキットですね。これを購入いたしました。ぜひ皆さんおすすめです。はい、ということでですね、今回はこんなものを買ってみました。海外コスメのお気に入りみたいなのも作れたらいいなと思いますね。カルトビューティー本当届くの早いし、しっかりちゃんと放送して、送ってくれるのでおすすめです。ということで、いいねと YouTube チャンネルのチャンネル登録してぜひお待ちください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。